正体不明の熱源が多数降下してきます。若葉前期基地避難しろ。アサルトスーツ隊は装備を急げ。どうかご無事で。ありがとう。敵をこれ以上進ませるな。こちらエリア B は突破されました。見たことのねえ機体が一体どこどこのやつらなんだ。敵の情報解析中ですが現在対等はありません。なんだこいつは。敵部隊、突撃艦を失い、後退していきます。よし、一時撤退だ。前期基地へ戻るぞ。我がガニメデ基地は現在、正体不明の敵に包囲されている。このままでは、全滅を待つだけだ。そこで我々は、この基地から脱出し、木星中域に残存する味方艦隊と共に地球へ帰還する。脱出の際、味方艦隊から可能な限りの支援があるはずだ。あと6時間以内に宇宙港に着かなければ第三機動艦隊に合流できません。そのためにはこの包囲網を突破しないと。避けて移動することはできんということだな。装備はこれだけしか残っていません。俺は艦隊誘導用のビーコンを設置する。そのためにはなるべく秘密裏に行動する必要がある。派手な重装備は使わない方がいいだろう。そんな少佐、危険です。我々の任務はシャトル降下地点までの突破口を開くことだ。輸送隊の護衛は任せたぞ。分かった。合流地点の周囲には敵の偵察機がうろついているはずだ。できるだけ発見されないように行動しろ。了解、行くぞゾゾリ。後で会おう。またシャトルで会いましょう。アサルトスーツ隊は作業員をガードしながらシャトルの降下地点に向かえ。こちらバーサット、これより上空援護を行う。艦隊から突撃艦の支援機が来ます。突撃艦の援護は AS2 を中心に展開してください。了解した、任せておけ。くそ、こいつのどこが偵察機なんだよ。どうしました？なんだ、敵に一気にやたら動きのいいやつがいるぞ。少佐、大丈夫ですか？突破された？こっちでフォローする。輸送隊を一旦交代させてくれ。了解。
なんだ。うわー、敵 AS が撤退します。道が開いたぞ、前進だ。合流地点に到達したぞ。お疲れ様です。後続の輸送隊も間もなく到着の予定です。後方に気をつけろ、何か来るぞ。でかいやつ。待って、後方に高熱現在が急速接近中。機動兵器です。何？エース隊、至急迎撃に当たってください。俺も合流する。無理です、あなたの機体は損傷が激しいわ。大丈夫、心配してもらうほどじゃないさ。ダメだ、損傷の激しい機体は交代せよ。機動兵器を破壊した。お疲れ様です。まもなく発進しますので本体と合流してください。なんとか生き延びたな。早くしろ、置いていくぞ。屈辱の撤退から3ヶ月、ついに反撃の時が来た。これより地球に降下し作戦行動に入る。12時の方向に艦影を発見。敵です。大気圏突入まであと300秒。今準備できているのはこれだけです。グッドラック。突入時間までシャトルを守れるか。大気圏突入までの時間を送ります。タイムアウトすると収容できません。注意してください。敵の14艦が作戦エリア内に到達。正面です。
待機圏突入まであと120秒です。待機圏突入まであと60秒。全機帰還してください。エース3、作戦範囲を超えています。できるだけバーシスに接近してください。いや、まだだ。こいつらを落とす。タイムアウトすると収容できません。帰還してください。どうした、エース3。バーニアに派手な一発を食らっちまった。くそ、バーニアの出力が上がらない。今行く。おとなしく待ってろ、ゾウザリー。無理です、少佐。もう間に合いません。ハッチを閉鎖する。待ってくれ。まだ部下が、ゾウザリーが外にいるんだ。無理だ。これ以上開けていたらこの缶が持たない。助けてくれ。スーツが燃えちまう。効果ポイントに到着しました。エース隊、出撃準備をしてください。アサルトスーツ隊、効果準備。地上へ降下後、敵基地を目指してください。降下中の対空砲は無視して構いません。で、少佐、元気を出して。ゾウザリーのことは分かってるさ。奴のためにもこの争い早く終わらせないとな。エース2、整備完了しました。ああ、ありがとう。生きて、帰ってきて。アサルトスーツ隊、全機出撃。アサルトスーツ隊は全機降下開始。着地後、速やかに敵の基地へ向かえ。バーシスよりエース各機へ。対空砲の全滅を確認しました。作戦をフェーズ3に移行します。
入り口を爆破する。離れていろ。前期突入せよ。敵がどこにもいない。妙だな。本当にここが戦略拠点なのか。防衛システムばかりじゃないか。そうですね。周囲に動く熱源は確認できません。とにかくもう少し探索してみよう。戦略拠点にしては敵が少なすぎる。こちらエースリーダー、主なコントロールルームは破壊した。了解。敵の奇襲に気をつけてください。エース2、あとはあなただけよ。了解。こちらも2層目の各駅まで侵入。それらしい障害は見当たらない。ん？なんだ？どうかしましたか？進行方向にエネルギー反応あり。かなりでかい。こちらでも捉えました。嫌な予感がします。誰か落としてくれ。誰だ。第3次に特殊任務案の常時注意だ。敵は動力をオーバードライブさせて周囲一帯を焼き払うつもりだ。増援を頼む。どうした。落としろ常時注意。こちらエースリーダー、動力炉はどこだ。あなたの真下にあります。危険です。撤退してください。あった、あれだ。最下層は底なしです。気をつけてください。そろそろ時間ね。パトロール交代よ。残念ね。リーナ総長は町に行っているわ。少佐も今日は非番で残念でしたね。なんで私が残念なのよ。少尉、通信システムが新型になりました。うまくすれば敵の通信も聞けるそうです。あの機動戦艦が完成したら敵の総司令部を強襲するの。しっかり警備しなさい。レーダーに機影を確認。海側です。 A1 ポイント注意してください。こちら A1 ポイント、敵機を確認。野郎、何か抱えてるぞ。至急少佐に連絡を取って、警備に当たっている全部隊は戦闘準備。爆薬だ。奴ら爆薬を抱えてやがる。敵多数、繰り返す。アサルトスーツ隊スクランブル。ドックエリアは3枚の隔壁で区切られていますが、ここを突破されるとロイヤク建造エリアに侵入されてしまいます。敵をドックに近づけないようシャッターを防衛してください。
通り第1隊は第1波進行せよ。アルセリック第3小隊はドックから撤退せよ。第3小隊はドックから撤退せよ。なんだ、敵の通信か。何、通信が割り込めるのか。貴様か。貴様がいつも私の邪魔をするアサルトスーツのパイロットか。誰だお前は。私か。私はランス・カルザス、第46機動コマンドの指揮官だ。今回はこれまでのようにはいかんぞ。大佐、防御フィールドの出力が低下しています。危険です。この勝負預ける。アルセリア、撤退だ。了解。これより機動戦艦ロイヤックは敵司令部を攻撃する。何としてもこの作戦を成功させ、奴らを地球から追い出すのだ。ロイヤックでギリギリまで接近しますが、敵の対空砲火は強力です。十分注意してください。アサルトスーツ隊、降下準備。イアーズロックに進行し、内部から基地を破壊せよ。必ず生きて帰ってくると約束してください。お願いです。時間だ、野郎ども、行くぞ。バリア艦を撃破しました。よし、前期3回侵入口を見つけ次第突入しろ。侵入口は見つかったか。まだです。しかし山頂に敵格納庫のハッチがあるようです。レーダーで確認できます。了解。まだまだ遠いな。そこのアサルト同系、いいか、この作戦絶対成功させろよ。おー、前期突っ込め。邪魔をするな。
よく来たな。ここは一体どういうことだ。クローンシステムさ、見ての通りだ。お前たち一体何者なんだ。人間さ、地球に見捨てられたな。人間だと。そうだ、我々は外宇宙探査隊の生き残りだ。10年前、我々は人類の期待を一身に受け宇宙に旅立ったのだ。しかし、ある日突然一方的に通信が打ち切られた。地球は我々を裏切った。我々を見捨てたのだ。待て、違う。それは違うんだ。地球では世界規模の戦争が起きて破滅の淵まで行ってしまったんだ。決してお前たちを見捨てたわけじゃ。戦争だと？ならばなおさらのこと、これ以上お前たちに地球は任せられん。我々がこの手で争いのない世界を作り上げてみせる。貴様らごときに負けてたまるか。S2 より S3 リーダーへ。クローンエリアを制圧した。繰り返す。クローンエリアを制圧した。敵は占領したコロニーを戦艦の補給基地にしているようだ。そこで我々はコロニーを奪還し、補給路もろとも敵を叩く。侵入経路は追尾後方装置に入力してありますが、細かい機雷は目視で避けてください。久々の宇宙船だ。エース隊、前期出撃準備にかかれ。あまり無茶はしないでくださいね。目標はコロニー内で補給中の戦艦だ。機雷にぶつかるなよ。こちらは AS2、 コロニーに取り付いた。チッ、先を越されちまったな。コロニーのハッチを破壊した。突入するぞ。重力に気をつけろ。敵の通信を傍受しました。戦闘艦出航の秒読みが開始された模様です。何？もう補給が終わったのか？いえ、まだです。エネルギーユニットの交換が終わり次第出航するようです。分かった。そいつはこっちに任せてくれ。アサルトス隊は突入後エネルギーユニットを目指せ。
戦闘艦はこの奥か。そうです、急いで。エネルギーユニットを発見した。了解、直ちに破壊してください。急いで。戦闘艦が強引に発進します。クソ、前機追撃しろ。敵の戦艦だ、逃すな、撃破しろ。戦闘艦のブースト機能が停止した。こいつはもうただのガラクタだ。作戦成功です。前機起動してください。これより我が艦隊は敵機関艦隊を攻撃する。この作戦が成功すれば必ずや戦争は終結するだろう。諸君の健闘を祈る。アサルトスーツ隊、射出準備。必ず帰ってくるのよ。リーナ総長はいつもあなたが帰ってくるまでハンガーで待っているんだから。ずっとね。ああ、必ず帰ってくるよ。必ず。これが最後だ。行くぞ、アサルトスーツ隊、全機発進。ロイヤックより AS 各機へ。エリア A1 に敵の大型艦が複数接近中。艦載機を多数確認、至急迎撃願います。聞いた通りだ。エースは全機、全ての大型艦に攻撃を集中しろ。これ以上敵艦を近づけるな。ロイヤックより緊急連絡。前方エリアに敵の増援を確認。大型の機動兵器も出ています。エース2、迎撃に向かってください。ダメだ、こっちはさっきの大型艦と交戦中だ。機動兵器は俺がやる。お前は戦闘艦をこれ以上進ませるな。了解。エース2よりロイヤックへ、敵の大型艦を破壊した。こちらでも確認しました。後続の戦闘艦は動きが速いわ、注意して。エース2よりロイヤック、敵の大型艦を破壊した。
了解。エース2は直ちに少佐の援護に回ってください。あなたを大佐のもとには行かせない。誰だ。待て。少佐、応答してください。少佐。こいつ手ごい。少佐、どうしました。どうやら敵の指揮官機らしい。いつかの借りきっちり返してやるぞ。無茶しないで。エース2が援護に向かっています。大将、必ずこの戦争を終わらせるんだぞ。これ以上人が死ぬのを見たくない。頼んだぞ。また会えたな、ランス。生きていたのか。貴様を倒すためならたとえ機械の体になってでも地獄の底から蘇ってみせる。よくも隊長。何を言う。貴様とて多くの我々の仲間を殺したのではないか。ランス、貴様。ランス大佐、下がって。なんだ。アル・セリア。地球は変わっていくのね大佐。私たちの平和な地球に。待て。敵機関の周囲に強力なジャミングフィールドを感知。レーザー攻撃を全く寄せつきません。これより本艦は敵中枢機関に突撃する。敵艦内への侵入口を開けるにはこれしか方法はない。目標、敵機関。総員衝撃に備えよ。ここから先は我が命に変えてでも通すわけにはいかん。ランス、今度こそ勝負をつけてやる。行くぞ。やめろ、もう勝負はついている。負けるわけにはいかんのだ。私もまだ。なぜだ、なぜそこまで戦わなければならないんだ。
よくここまでたどり着いたな。しかもあのランスを倒すとは。お前が司令官か。降伏しろ。この戦いお前たちの負けだ。降伏か。よく聞け。我々は地球に見捨てられた者たちだ。自分たちの力だけで過酷な宇宙の中を生き抜いてきたのだよ。仲間の多くが死に、かろうじて生き延びた者たちも厳しい環境に耐えるためサイバー手術を受けざるを得なかった。減少した作業員はクローン技術を使って補い、いつの日か地球が復旧し救助の手が差し伸べられることを信じていたのだ。しかし地球との通信が再開された時、司令部の連中はこう言った。地球からの支援は一切行われない。そのまま自力で生き延びろと。分かっているのか。地球は我々を切り捨て見殺しにしたのだよ。我々は復讐を誓った。故にこの戦い、死んでいった者たちのためにも絶対に負けるわけにはいかぬ。降伏しろ。これ以上戦いたくはない。冥王星で手に入れたコロニーレーサーはすでにフルチャージされた。残念ながら地球を粉々にするとまではいかないが、都市の一つを灰にすることくらいはできよう。何？民間人を巻き込むつもりか。腐り切った地球の連中も地獄の道連れにしてくれるわ。貴様らも我ら同様に帰る場所を探し続けるのだ。そして永遠にさまよい続けてもらおう。死んでいた我々の仲間に地獄で詫びるがよい。人類の歴史は戦いの歴史だ。なぜ人類はこうも争いを続けるんだ。一体いつまで戦い続けなければならないんだ。こちらエース2、ロイヤク、応答してくれ。こちらロイヤク、電波状態が悪い。聞こえています。他のみんなは現在負傷者の救助中ですが、艦長が重傷です。今はジャック副長が艦の指揮を取っています。君は大丈夫なのか。こちらはなんとかしのいでいます。いけない。ロイヤク、応答してくれ。ロイヤク、リーナ、熱源反応、後方からか。